ご視聴ありがとうございます。ちひろでございます。今日はですね、ちょっと私がよく使う、キャラクターの中で、マジカウォーデンの、ノルドのね、ダニカというキャラクターがいるんですけれども、このキャラクターをちょっとね、ご紹介したいなと、皆様に。なぜそんなことをするのかというと、ちょっとね、このキャラクターの使い勝手が、私の中でいいなと、思ってまして。何がいいのかというと、私よくノーマルランダムダンジョン、ノーマルじゃなくてもベテランでもいいんですけども、ランダムダンジョンよくソロで、行くわけですよ。ソロでというか、申請は一人でってことね。グループを組んで申請するとかいうわけじゃなくて、一人で申請して、他のね、3人と、マッチングして、ダンジョンを遊ぶと、いうことをよくするんですけれども、DPS をやる人が多いと思うんですけど、このゲーム。DPS が多いから、ね、タンク、ヒーラー、この2つのね、ロールが、役割が、不足しがちなわけですよ。そうなるとどうなるかというと、DPS の、ね、方がマッチングする時間が、だいぶ長くなってしまうと。大体私平均で30分から1時間ぐらい待つことがありますかね。最近ではちょっと緩和されたかなっていうところはありますけども、それもこれもね、ノーマルランダムダンジョンであれば、DPS でもちょっとしたタンクの装備、支度なんかをしていけば、もともとは DPS でもタンクとして役割を申請してもいいんじゃないかというのがちょっと浸透してきたのかなというところで。だいぶ緩和されたところではあるんですけれども、ちょっとね、始めたばっかりの人とかだと、ちょっとそれもしづらいだろうと、ダンジョン自体もちょっとね、あんまりちょっとよくわからないという人もいると思うんで、そんな人がね、効率よく、頻繁に、ダンジョンに、遊びに行けるように、ちょっとね、私の使い勝手のいい、この、DPS なんですけど、実はというか、一応 DPS なんですよ。ただ DPS、他のね、クラスだったり、種族だったりで、作ってる、DPS とはちょっとね、火力的には落ちるキャラクターなんですけれども、その分、頑丈であるというところ。あと何でしょうね、いろんな汎用性が効くキャラではあるかなと。やろうと思えばヒーラーも、杖さえ変えればできるのかなという感じなんで、ちょっとそれを皆さんにご紹介してね、タンクとして申請して、DPS ですけども、タンクとして申請して、数多くダンジョンにね、通っていただくために、ちょっと今はね、いろいろ、セット装備の、仕様が変わりまして、編成クリスタルっていうものがたくさんいるようになって、それがね、ランダムダンジョンのね、デイリーなんかをやると、ちょっと多めにいただけるということなんで、それをね、うまく回していくためにも、ちょっとね、ダンジョンに頻繁に、通っていただけるためのキャラクターをちょっとご紹介していけたらなと思って、ちょっと動画を作っていこうと思います。ちょっと前置き長くなりましたけれども。それじゃあ、解説の方、させていただきます。まず大事なのはね、キャラクターというか、このビルドを、構成するスキル、というものが大事になってくるだろうなということなんで、まずそこから、説明させていただこうかなと思っております。まずこのキャラクター、ウォーデン、というクラス、ですね、ウォーデンというクラスの、スキルはですね、ご覧の通りね、獣王、獣たちを、ね、仲間にしというか刺激させ、共に戦うというスキルラインと、こちらの緑の蝶は、自然の力を、ね、借りて、回復能力を、回復を、ね、担うというスキル、そしてこの氷の、ね、属性に、
特化したというか、氷の属性を、使う、まあ、魔法スキルというか、これタンク用のほぼ、まあ、スキルラインなんですけれども、これがタンク向けである、というところ、あとマジカ向けであるというところからこのキャラクターが、まあ、作られている。氷の魔法、マタクジュのね、そのなんだろうな、魔術師を作る、まあロールプレイなんですけども、これも。まあ雷に特化した魔法使い、魔術師、ね、炎に特化した魔術師、氷に特化した魔術師を、まあ、作りたいなと、この3種を。まあという中で作っていくとしたときに、まあ氷の属性を持ったクラスは何かなと思ったときに、まあウォーデンしかないわけですよ。でウォーデンの氷のね、まあ属性の、まあ、魔法をちょっと、まあ、育てていったらどうなるのかと。まあ、何の考えもなく育てていったら、まあ、ちょっとしたタンクができるなと。で、それでですよ、まあ、DPS を作りたくて、まあ、DPS 寄りの、まあね、装備だったりとか、あと、キャラクターのね、まあ、間近に、まあ、全部振っちゃってるんですけれども、まあ、こういったところをしていったらですね、まあ、ちょっとノーマルダンジョンとか、まあ、ベテランのね、まあ、DLC、まあ、ダウンロードコンテンツなんかではちょっと厳しいのかもしれないですけど、まあ、普通の、まあ、ベテランダンジョンかなんかでは、まあ、タンクもできる DPS みたいな、ちょっとしたハイブリッドさ出してきたんで、あ、いいなと。使い勝手いいなと。なったんですよ。で、まあちょっと見ていただきたいんですけど、この氷の魔法のね、スキルライン、まあちょっと上から見ていただきましょうか、アルティメットアビリティから。周囲に激しい嵐を呼び出し、近くの敵に3981氷結ダメージを1秒ごとに8秒の間与えると。移動速度は 40% 低下し、最大間近が 15%、30秒の間上昇する。30秒の間上昇する。まあ、この間、最大間近が上がった分、ダメージも上がるってことでしょうね。まあ、ちょっと影響があるということ。自身と近くにいる味方は防護強を得て、被ダメージを 10% 低下させると。まあ、だいたい4000のダメージが、まあ、8秒間、死は32、まあ、3万2000ぐらいが8秒の間に、まあ、敵に与えることができる。これ、結構な、ね、ダメージソースになるだと、まあだからこれをね、私は裏表になんなら入れてます。まあだいたいアルティメット溜まったらもうすぐ使っちゃうわけですよ、まあなんだろうな、これね、自分のね、被ダメージも 10% 低下させるというところもあって、まあタンク向きというか、まあちょっとだからね、強めの敵から、ね、ターゲットを取っている時も、まあこれがちょっと有効になってくるなと。そしてこちら、ね、氷の砦、氷、なんて読むんだろうね。わからない。氷の砦です。自身と味方を熱い氷の、衣が覆う、ね、氷が強固強を付与し、物理耐性と、呪文耐性を5948、24秒の間増加させる。まあ、防御力が24秒の間上がると。まあ、これ、防御力、まあ、耐性が上がるだけではなくて、ね、この防護弱を得て、被ダメージを 5%、24秒の間低下させる。これがまた、じんわり効いてくる。まあ、基本的に、だから、普通に戦っていると、まあ、そこそこの硬さで戦えるキャラクターなんですよ。これがまた、ありがたいんですが。そして、真冬の復讐というスキル。氷の破片は、まあこれあれだね、貫く表変というものの変異です。これね、貫く表変というスキルは、自身の周りに効果が発動されるものなんですけど、これを、自分の任意のエリアに、まあ、敷くことができるような、まあ、変異のスキルになると、ちょっと DPS として使い勝手が良くなってくるので、これにしてますよね、真冬の復讐。氷の破片を対象の場所に召喚してエリアの敵を貫き、2054氷結ダメージを1秒ごとに12秒の間与えると。これもなかなかのスキルですね。あ、ごめんなさい。
攻撃を受けた敵は厳しい霊気を受け、移動速度を 30%、3秒の間低下させる。霊気状態にする確率がより高くなると。霊気状態。で、最終的に氷結に至るんだと思うんだけど、移動不能になるね。移動速度が低下する状態が霊気状態、だったと思う。で、氷結状態になると、まあ、その場から動けなくなっちゃうよという、足止めとしてなかなかいいと。まあ、これもまたタンク向きでしてね、まあ、相手の動きを、ね、止める、相手を、まあ、できればまとめたところで、ね、相手の動きを止めることが、ね、DPS を出しやすくなるんですけれども、まあ、これもまた、ね、ありがたいと。まあ、DPS をやってればおのずとこういう効果が敵に付与されていくという、ありがたいスキルですね。で、ポーラーウィンド、これが、基本的には突発的というか、緊急回復手段になりますね。冬の風を身に包み、即座に4845を回復する。さらに体力を560に1秒ごとに5秒の間回復する。この風は12メートル以内にいる味方も探し、体力を4845回復する。これありがたいね。だ、自身と味方を回復するスキルですと。で、ここからが大事です。この効果が残っている間は風が外に放出され、周囲の敵に、1547氷結ダメージを1秒ごとに与える。このアビリティによる回復効果は最大体力に応じて変動すると。つまり、まあ、DPS としても使える技なんだと。だから、まあ、DPS として、ね、まあ、このスキルを発動していれば、その時に、まあ、体力が、ね、減っている味方なんかも回復したり、まあ、もしくは、ね、自身が、ね、まあ、減ってたらその分回復すると。まあ、だからちょいちょい使う技なんで、そんなに、ね、びっくりするほどの体力の回復能力がなくてもいいのかなと。まあ、基本的にこのキャラクターっていうのは、ダメージシールドっていうもので敵のダメージを、まあ、増殺させていくという形も取っているんでね。まあ、その後ちょっと後で説明しますけれども、この辺りですね。氷結化スラブ、氷結化シールドの変異だと。周囲に氷の盾を発生させ、投射物のダメージを3回、28,854まで吸収する。吸収に成功するためマジカを715回復する。さらに氷のボルトを打ち返し、5,612氷結ダメージの、ダメージは耐える。この効果は0.5秒ごとに発動すると。まあ、だから飛んできたらもう大体は弾き返しますよ、氷結ダメージとしてと。投射物っていうことは、近接ダメージじゃないものですね、大体は。相手の遠隔攻撃に、まあ、反応すると、まあ、いうところです。まあ、でもあんまりこれを使うことはないのかなと。一応も、ね、使う場面もあるだろうからと、ちょっと育ててはいますけども。で、タンクをガチでやるんであれば、ちょっと氷結のシェルターっていうものを入れておいてですよ。これがね、古代のポータル召喚すると1.5秒後に発動する。で、発動すると敵は自分の前に、転移してくると。だから、このポータルを、まあ、地面に敷いたところに敵がね、入ってきたりとかいたりすると、まあ、自分の、ね、キャラクターの目の前にワープしてきますと。で、これが発動すると、3秒の間、釘付けにして5552、氷結ダメージを受ける。これ、ダメージを与える技としても使えるよと。ついでに引っ張ってくるという感覚でいいんだと思います。だからこれを当てに行くという感じですね、基本的には。ポータルの味方は、氷結の逃走シナジーを発動し、敵をあなたのもとに転移させられると。だから味方が目の前で戦っている、ね、敵がいたときに、氷結の逃走シナジーを発動させたら、多分その敵が、ね、タンクのもとに、飛んできてくれると。これもありがたいところですね。で、転移させたら、彼らは迅速供与され、移動速度が 30%、8秒の間上昇するというところですね。まあ、なんだろうな、言ってみたら、ダメージ与えてたら、ね、この氷結のね、冬の抱擁という、まあ、スキルで、まあ、ダメージを与えていたら味方回復したりとか、まあ、タンク的な役割を担っていたりとかするっていうこと、これが楽なんですよ。
DPS として立ち回ってても、そこそこのタンクの仕事してんじゃねえかなって思うわけ。これが使い勝手の良さを生んでるんだと思うんですよね。まあ、パシブはまあね、ご覧の通りですね。スロットに装備している、あ、これか。冬の抱擁アビリティ、敵を霊気状態にする確率が200%も上昇すると。うん、いいね。霊気状態になったばかりの敵や味方は、術師からクリティカルダメージと回復をさらに10%受けると。いいですね。凍土の鎧。スロットに装備している冬の抱擁アビリティ1つにつき、物理耐性と呪文耐性が500上昇すると。今3つほどここについてますんで、1500も上がるよと。これもまたタンク向きでありがたいですね。冷たきオーラ。自身に適用される減速の効果を15%減少させる。まあ、つまりね、相手には減少、移動速度減少の効果を、まあ、多めに与えはするけれども、自分はそれに耐性を得ていると。貫く霊気。魔法と氷結ダメージが10%上昇する。これありがたいね。ただ基本的には氷のね、ダメージをね、基本的に使っていくようにしておけばですよ、まあ、この辺りのパッシブが生きてくるよということなんです。いいスキルですよ。いいという、まあ、ウォーデンがね、そもそも使い勝手がすごくいいんだっていうところですね。さて、じゃあ私が入れているスキルラインの説明をしましょうか。まずタンクをやる。タンクを兼任する DPS として、まあノーマルランダムダンジョンなんかに行くんであれば、まあこのセットにしていただけたらいいのかなと思っているものをちょっと今からご紹介しようと。で、最近ね、最近といつ、この仕様になったのかをちょっと忘れましたけども、まあ今までね、氷の杖っていうのは、まあちょっと、今はもうないんだけれども、攻撃の杖の、どれだったかな？古代の知識とか、そんな感じのところにこれだったかな？これだね、古代の知識に、今はね、氷結の杖を装備中、ね、ブロックの消費コストを36%減少させる、ブロックできるダメージ量20%増加させると。まあだから、ご覧の通りね、氷の杖持っているんであれば、まあ、防御した時の能力値がちょっと高えということで、まあ、ちょっとタンクも、ね、担うんであればいいぞと。まあ、ご覧の通りね、火炎の杖とか、ね、稲妻の杖なんか見ていただいたら分かるんだけども、直接ダメージが、ね、増加していくような、まあね、バフがつくもんですから、まあね、そもそもね、基本的な DPS をやるんであれば、こっちの、ね、2つの杖を使うのがいいんですけど、ちょっとバランスというか汎用性を求めるんであれば、こういうね、氷の杖なんかで使って、まあ、DPS の高さっていうものは、まあ、仲間にお任せしながらね、チームとしての、こう、なんだろうな、重要な役割を担っていけるのではないかろうかと。その上でちょっと DPS 出せたら美味しいよねっていう感じなんですよ。で、この古代の知識っていう中にですね、今まではね、氷結の杖の重攻撃に、まあ、挑発の効果が得られるよってものがついてたんですけども、ちょっとこれがまあ外れたと。まあなぜかというと、このね、氷結の杖のその重攻撃に、まあ、挑発がついてるよみたいなことを知らずに氷の杖使う人も結構いたもんで、まあタンクがね、氷の杖使ってる、まあ、DPS いるとちょっとイラッとするみたいなところもあったんですよ。まあ、なので、外したんだろうと。本当にこれはいい仕様ではあるんですけど、私はでもこれをね、念頭に置いて作ってたスキルじゃないや、まあ、ビルドだったんで、ちょっと残念ではあるんですけども、まあね、このゲームにはとてもいい仕様変更だったのかなと。まあ、氷の杖をね、使いやすくなりましたよね、これのおかげで。さて、それでですね、この氷結のクランチというものに、挑発がね、つきましたと。今までは確か、相手のね、移動を、まあ、制限するような、まあ、確か、バフのつくね、デバフのつく、まあ、スキルだったと思うんですけど、今、ちょっと杖にチャージされた強力な力で敵を攻撃し、3700の氷結ダメージを与えて、15秒の間、自分を攻撃するように挑発する。これがメインですね。まあ、ですから、これを使って、敵のターゲットを自分に集めていくという感じのスキルに変わりましたと。まず、
これを必ず入れておいていただきたい。これね、相手のね、移動不能にもさせるんで、足止めにもなかなかいいと。まあ、だから、ガッと囲まれるってこともあんまりないんですよ、このキャラクターで。キャラクターというか、このビルドでやっていくとね。そしてもう一つ、こちらね。魔法制御。これはですね、軽装の、そうだね、軽装鎧の、アクティブアビリティのやつですね。まあ、大体この、防御面の、まあ、重装、軽装、中装と。まあ、このスキルラインには、まあ、アクティブアビリティが一つあって、まあ、防御に特化したスキルなんですけれど。これの軽装鎧の魔法制御というもの、魔法無効というところから変異したものですね。マジカの一部を、防御結界に変え、7000と15のダメージを6秒の間吸収するダメージシールドを得ると。ダメージシールドの強度は最大体力の60%に制限される。装備している軽装備1つにつき吸収できるダメージは6%を増大すると。これが基本的にはタンクだから、ダンジョンの、まあ、中ボス、大ボスと、まあ、対峙しているときに、まあ、基本的にはこれを使っている、常に使っている状態で戦っていく。まあ、どういうふうにやるかというと、ちょっと簡単に説明するとですよ。まあ、簡単なんですよ。まあ、敵のね、まあ、氷結の、じゃねえや、標的用のスケルトンさんにちょっとね、ボスとして、まあ、ちょっと手伝っていただくんですけれども、まあね、防御面を高め、ね、で、この、ちょっとまだ説明してないからあれか、後でいいや。で、氷結のクランチ、で、まあ、ターゲットがこっちに向いたよと、今ね。で、向いたときに、ダメージシールド。もうこの2つをずっと使い続けていればなんならいい。こんな感じで、重攻撃、クランチ、重攻撃、ダメージシールド。これをずっと繰り返してたら、まあ死にません。まあ死にませんし、ご覧の通り、わかると思うんですけども、マジカも全然減りません。なぜなら重攻撃で、リソースを回復しているからなんです。まあ、なので、これをやっていればタンクとしては十分かなと。ノーマルダンジョンだったりすればね。まあ、ボスのターゲットをね、十分に引きつけつつ、まあ、ボスが与える、ね、自身へのダメージを増殺していく。それもね、直接減るんじゃなくて、ダメージシールドが大体は肩代わりしてくれるんで、自分の HP がまあ減ることもないです。で、この戦い方をするにあたってですよ、この今から説明するこのね、これか、スキル、ロータスブロッサムね。ロータスの祝福を受け、自身の軽攻撃か体力を1346、完全にチャージした重攻撃が体力を4039、自身か周囲の味方を20秒の間回復する。で、自身は予言鏡を得て、呪文クリティカルを2629、20秒の間上昇させると。まあ、ですからですよ、ね、このね、ロータスブロッサムを使い、ね、氷結のクランチと、ダメージシールドのね、ローテーションをずっと繰り返していれば、万が一自分がダメージを受けるほどのダメージをね、こう、敵が与えてきても、まあ、重攻撃で回復するということなんです。で、それだけじゃなくて、まあ、味方も回復するっていうところもありますんで、味方がね、何かダメージを、範囲攻撃でダメージを受けた時も、で、タンクの重攻撃が回復後、ね、になったりもすると。まあ、だからヒーラーさんが楽になるっていうところもありますよね。もうだいぶ使い勝手がいいのは皆様にお伝わりしたのかなというところですが、まだまだありますよ。そしてこのポーラーウィンドね、ね、冬の、さっきも説明しましたね、体力を回復しながら DPS を、ね、まあ、敵に与えると、いうところです。
これをも交えながらやっていれば、ね、ダメージを与えつつ、敵のダメージを操作しながら、もし味方がダメージを受けた際に、回復も行っていけるというローテーションが、このセットで、まあ、行えるんじゃないかなというところなんです。なかなかいいでしょ。で、これがまあ、言ってみたらタンクのパレットですね。で、裏返すと、まあ、基本的には DPS がね、DPS 稼ぐときのセットがここにあると。まあ、ご覧の通り2万ぐらいはいきますね。こんな中途半端な感じでも まあだからそこそこ戦えますよ、 DPS としても。あ、ピラリ出てきてない。まあこれだけじゃない、まあ裏のね、このスキルセットのね、一部も、まあロータスブロッサムとかね、オーラウィンドとかも交えながらやっとけば、まあもうちょっと出るかもしれないですね。ちょっとじゃあ DPS の方のセットも説明していきましょうかね。真冬の復讐ね。ご覧の通り、相手に向かってね、まあ、エリアをね、しけると。ね、ご覧の通り。遠隔攻撃になるよと。自分の周囲じゃなくて。で、これがね、また仕様も変わって、これですね。氷結の貿易、杖を叩きつけて目の前に氷の障壁を作り、範囲内にいる、敵に、1101氷結ダメージを1秒ごとに与えると。で、自身と周囲の味方に、氷結セーフガードを6秒の間、付与するダメージシールドは、投射物からダメージを6134まで吸収する。つまりこれね、ダメージシール、まあ投射物限定のダメージシールドですけれども、まあちょっとこれ別のダメージシールドを買っちゃったけど、相手がね、もし、まあ、弓兵だったりとかね、まあ、魔法使いだったりした場合、まあ、それをね、吸収してくれる。そうだね。で、またこれもまた、冷気状態に、敵は凍りつき、4秒の間、移動不能になるよと。冷気状態、つまり足の遅くなっている敵にこれをね、叩きつけると移動不能まで発展すると。これも同じですね。真冬の復讐も基本的にはね、相手を、だから冷気状態になりやすいんだと。だからこれをまず最初にぶち当てて、敵にぶち当ててからね、防壁するとだよ、まあ、冷気状態に陥った敵はここで足止め、まあ移動不能になるっていうところもあって、これがまたありがたい。そしてもう一つね、氷結の指輪、これはまるだね、攻撃性のスキルだね。防壁と、ね、指輪、属性の輪と造壁防、属性防壁だね。氷結のエネルギーを急激に放出し、狙った場所の敵に6490氷結ダメージを与えて、自身と周囲のグループメンバーに6秒の間、防護弱を適用し、被ダメージを5%低下させる。まあ、またこれ、攻防一体のスキルになってきましたね、これね。まあ、半径6メートルの中にいる敵、まあ、全部に関与するんで、まあ、だからこのね、この2つでね、敵が固まってるところに、この輪をぶち当ててやれば、ご覧の通り、結構な広さなんで、やっていてあげれば、まあ、相手が凍りついたりもすると。これもちょっと後でダンジョンでちょっとね、どんな感じになるのかっていうのもお見せしながらやっていきましょう。で、基本的にはね、まあ、ウォーデンというスキル、クラスは、この、深淵かな？これを基本的にはうまく使っていきたいわけですよ。これ3秒後に昇空の1軍を召喚し、前方の敵に、まあ、1万と800。155魔法ダメージ、結構なダメージでしょ。で、これダメージを受けた敵は、侵害強を受け、物理耐性、呪文耐性を5948、6分の間低下させると。
まあ、これやっぱりタンクがよく担うことですね。相手の物理耐性、呪文耐性を下げてやる、うん、っていうことですね。これを敵にうまく当てつつも、ね、で、ショーク終わったらもう一回入れてやるみたいなね。ショーク終わったらもう一回ショーク入れて、その間にいろんなことをやっていって、で、ショーク入れると、ショーク入れると、ショーク入れると、こんな感じ。ショークずっと出し続けてやるってことは、まあ、こんなにね、まあ、雑魚パートであれば、そんなに一発入れたらいいんだけども、まあ、例えばボス戦とかになった時に、まあ、ショークをね、まあ、6秒っていうそんなに長い時間じゃないんで、まあ、こまめに入れてやっていただきたいんですよ。まあ、なので、ね、基本的にはね、このクランチと、ね、ダメージシールドを、ね、ボス戦で回しながらも、まあ、裏返してちょっとした DPS を与えるときに、ね、このチョークの群れを、まあ、呼んであげてほしいというところですね。あとはもうベティネッジを常に25秒の間、ね、まあ、回復すると、マジかを、まあ、あんまりそんなにたくさん回復してくれないんだけども、まあ、いるといないとは全く違いますし、あとこれをまあ効果発動させていると、まあ、残忍鏡と魔術鏡を得て、まあ、武器ダメージ、呪文ダメージが 20% 上昇すると、まあ、これ5秒ごとにネッチはマイナス効果を1解除すると、まあ、いうのもありますので、まあ、タンクとしてね、まあ、敵の攻撃を一身に受けているから、なんかちょっとしたデバフなんかを受けることも結構あるもんですからね。まあ、これを使っていれば、まあ、5秒おきにはネッチがね、なんとかしてくれるよというのもあって、まあ、ありがてえと。まあ、ちょっとした説明はこんなもんでね、まあ、分かっていただく、まあ、ちょっと装備なんかはちょっと私ね、このイスグラモルのセット、イスグラモルの聖特権セット、これは確かこのリフテン、で手に入るセットだったと思います。リフトね、これだね。イスグラモルのセット。これそんなに手に入れるの大変じゃないんで、これね、ご覧通りね、まあ、呪文ダメージ、魔法、最大マジカ、ね、呪文クリティカルか。呪文クリティカル、最大マジカ、呪文ダメージ、まあ、4セットのね、揃えると上がって、で、5セット揃えると氷結ダメージね、ね、呪文ダメージ363、ね、加えてくれるよと。まあ、私ね、このビルドでやれば、まあ、ほぼ氷結ダメージなんで、ショークぐらいですかね。ショークのこれぐらいだね、魔法ダメージな。他はほとんどダメージ操作も氷結ダメージなんで、このイスグラモルのセットでいいんじゃないかなと、取りやすいですし。で、もう一つの相方のセット、まあ、私ちょっとね、完全なる魔術セットなんていう、ちょっとね、敷居の高いもの装備してるんであれなんですけど、これはこんなんいいもんつけてなくてもいいです。ジュリアノスのセットっていうものがね、こちらにありまして、ちょっとロス側のここね、これジュリアノスの掟セットね。6、研究に必要な特性下がったね。9だったんだけど、今まで。6まで下がりました。もう作りやすくなってね、これでね。まあ、呪文クリティカル、最大マジカ、呪文クリティカルね。で、5つ揃えると呪文ダメージ。300なんですよ、しかも。こんなに、なんだろう 汎用性の高いセットがね、クラフトで作れるっていうのもまたありがたいもんですね。まあ、だから取りに行く、まあ、研究が済んでいればね、まあ、どっかにね、取りに行くためにダンジョンにこもったりとか、まあ、エリアにこもったりすることもなくね、まあ、さっと作れると、ありがたいもんですな、これは。まあ、これでいいです。まあ、別にね、もっと言ったら、そんな、イスグラモルで揃えなくても、なんならいいですよ。基本的には、なんだろうな、ね、呪文クリティカル、最大マジが呪文ダメージ、この辺りが、まあ、上がるようなセットを上がるようなセットで、まあ、軽装で固めていれば、まあ、いいのかなというところですね、装備の方は。そしてちょっとね、もう一つ忘れてました、大事なの。こ
このビルドを作る上で。で、これね、アイスハートのセットっていう、モンスターマスクセットっていうものがあるんですけど、これがまあ、相性がいい。ちょっと見てみましょうか。1セットね。多分この頭、肩、これそれぞれにこの呪文クリティカルっていうのがつくんだと思う。で、2セット揃えると、ね、クリティカルダメージを与えたとき、20%の確率でダメージを5553。吸収するダメージシールドを6秒の間獲得すると。ダメージシールドが有効な間、5メートル以内の敵すべてに652氷結ダメージを1秒ごとに与える。この効果は6秒ごとに発動しますよと。まあ、だからクリティカルダメージを、まあ、適度に与えていれば、ね、ダメージシールドが勝手につくと。それだけじゃなくて、相手にちょっとした攻撃も与えられるよと、いう感じの、まあ、スキルですね。これ、ベテランのダンジョンに行かないと、頭が取れません。なので、頑張って、まあ、別にこれを取らなくてもいいです。別にね、普通に、さっきのっていうか、適当なね、マジカビルドの、装備を、まあ、装備してくれてたら、全然問題なくやれると思うんで。スキルさえね、しっかり揃えておけばね。まあ、なので、あんまりここは、こだわりではないんですけど、まあ、ちょっとロールプレイという面で、まあ、氷結のね、なんかダメージをこうどんどん持っていくと、キャラクターに。行った時にちょっといいなと。あと、ダメージシールドをね、まあ、勝手に貼ってくれるんで。まあ、タンクをね、兼任するという、まあ、コンセプトがありますから。ハイブリッドさをこう、よりね、こう、生み出していくんじゃないかなと思うんで、まあ、このあたりを、まあ、狙っていっていただけるといいかなと。で、このセットは、ダンジョンの、ダイヤフロストトリですね。こちらです。こちらで手に入りますよと。私のちょっとスキル、このビルドでのちょっとおすすめは、まあ、さっきのね、イスグラモルの生徒権。まあ、ね、試練のみたいなことはもうちょっと難しいと思うんで、まあ、できればね、ノーマルでいいんで、このフロストボルトの、ね、氷の召喚師というセット。これもなかなかいいと思うのです。敵にわずかなデバフを与え、反射できない氷のレースを召喚して、敵に突撃させると。26,950氷結ダメージを10秒の間に与える。つまり、1秒の間に2,695を与える。って考えてもらったらいいかな。この効果は10秒ごとに発動する。しかもなんかあれだね。なんだろう。なんか、発動のトリガーとか別にないのかな。敵にわずかなデバフを与えた時なのかな。デバフを何か敵に与えた時に発動するものなのかもしれない。まあ、これも結構な頻度で、まあ、10秒ごとに発動すると言っても過言ではないんで。まあ、これもまたまたおすすめです。まあ、そんなにフロストボルト難しくもないと思うんで、ノーマルであれば。面白いですしね、フロストボルトそもそも。ネズミになったりとかね。ネズミのコンストラクトになってね、なんかちょっとうろちょろするみたいなところもあるんで、ちょっと面白いんです、ダンジョンとして。ちょっとまあここも行っていただいて、装備整えるみたいなね、まあやれたらいいのかなと。さて、じゃあ解説の、まあスキルとか装備とか、まあ立ち回りの解説はこんなところでして、ちょっとじゃあダンジョンに行ってどんなもんかみたいなのをちょっとやってみようかなと思います。さて、じゃあちょっとやっていきましょうか。ノーマルランダムダンジョン。お、テンペスト島ですね。よし、じゃあやっていきましょうか。よ
まあこんな雑魚にはタゲを取る必要はない。ディフェンスとして立ち回っていればいいです。お前は沈没した船に乗っていた兵士や沈みかけの戦艦が海岸に打ち上げられているかもしれない。ちょちょ移動不能みたいに出てるの分かるかな。これなんです。もう少しで私は死ぬ。そして、やりやりだ。族長のあんたはアルトマーの奴らをどうにかしてくれると言っていたのに、侵入者の奴らはあんたの兵士を虐殺して以上、我々の嵐の魔法はもうそろそろ完了するが、皆時間を稼いでくれないとな。ご覧の通り全然ダメージ受けてなかったの分かるかな。ベテランぐらいの方が良かったかもしれないね。簡単すぎる。よし行こう。嵐の力は強力になった。お前は同艦席に手を置く前に死ぬだろう。なんかでもタンクやってる子いるな。片手剣で。それでは私のちょっと困るんだな。ダメージシールドありがとう。
使っちゃった。終わったところで使っちゃった。 DPS が挑発してくるのは本当にやめた方がいい。 DPS 申請するんだあればね、ああやって挑発スキルを持ってるんだったらタンクで申請してほしい。そしたらもう他の DPS が助かるんだから。ブロック来てない、大丈夫。よし、これが最後の通路だ。さあ行こう。そんな、タンクすな。タンクは俺だ。あ、そう、これ忘れちゃいけないの、あんま離れちゃダメ。この範囲攻撃を受けたら近寄らないと、ちょっと強めのチャージ攻撃を受けるんだ。なんかそういえば今イベントあったね、アントンテッドと。まあこんな感じです、ノーマルであれば。まあこんな感じですかね。ちょっと死んだけど何人か。国団の刀剣にかけてやったわ。うん、まあ祠を見つけたわ。ご覧の通りベテランでもまあやれるのかなとは。とまあいかがでしたでしょうか。グループダンジョンでね、のまあ DPS 兼タンクみたいな感じの流れ。ちょっとご紹介できたかなと思うんですけれども、まあそんなに敷居の高いビルドじゃなく、まあ誰にでもね、まあスキルと、そうだな、スキルとまあ立ち回り方、うん、さえあればまあ誰でも簡単にやれるのかなという、ちょっと使い勝手もいいので、ちょっとおすすめですよ。氷の魔術師いかがでしょうかという感じで動画作りましたけれども、ちょっと分かりづらいところもあると思うんで、申し訳ないですけれども、そのあたりね、ちょっとどういうことか分からないですというところがあれば、まあ、コメントなんかでね、言っていただけたら、分かる範囲で返答いたしますので、よろしければねコメントに、お願いいたします。というわけで、じゃあ
今回のビルド紹介ここまでに、いたしましょう。またね、他のビルドでなんかちょっと、私のビルドはね、まあ知っての通りあんまり DPS も高くないですし、まあ、ちょっとエンドコンテンツみたいなちょっと難易度の高いところに向けた、まあ、ビルドじゃなく、まあ、ゲームをね、まあ、楽しんでいくというところにちょっと重きを置いてますんで、ちょっと DPS 的に低かったりとか、まあ、ちょっと他の人とちょっと一風変わってるとは思うんですけど、まあ、そのあたりね、よろしければ、ご容赦いただき、参考までに、まあね、自分で考えて組む参考にしていただけたらなと思っております。というわけで、じゃあご視聴ありがとうございました。次回も、ご視聴の方お願いいたします。というわけで、お疲れ様でした。ごきげんさよなら。お疲れ様です。